どうも。燃えて。やるよ。せっかくの音楽番組見てエイグルフかっこいいと思って見に来てくださったの。やばーです。やらないか。そんなことない。俺はこれを浸透させていくやんな。 A グループのものにする。じゃあ音楽番組やろうもん。これは任せろ。本日は5月15日ということで、はい、我々 A グループの CD デビューの日でございます。ありがとうございました。 A グループデビューしました。やだ、皆さんのおかげです。ということでですね、今回タワーレコードの渋谷店さんにお邪魔しております。お願いします。これね、すごいね。タワレコやね。ここでライブとかしたいね、これちょっとね。いいね、イベントとかね。CD を販売してる場所や店内にもお邪魔する予定です。この時間的に昨日はオープン前やったけど、今は実際お客さんもいる。通常営業中ですよ、これ。そんなんいいの？嬉しいね。めちゃくちゃ人いるんちゃう？渋谷ってすごいらしいよね、なんかね、人の量が。噂によるとな。噂によるとな。スクランブルエッグな。スクランブルエッグ。スクランブル。ただまあ、今から行く前にですね、実際店内で流れるアナウンスを行えるということで、リアルタイムで見てみよう。今喋ってるって思わへんのかな。あら、あ、そうか、収録したら収録したやつをってるのかな。そうかな。エイグループですと CD でしましたんだけど。 OK。 全然はい、OK。 じゃあ、ピンポンパンポン、失礼します。じゃあ、ピンポンパンポン、失礼します。タワーレコード渋谷店でお買い物中の皆様、僕たち A グループです。僕たち A グループです。なんと私たち A グループ本日2024年5月15日にシングル A ビギニングで CD デビューしました。CD デビューしました。僕たちのデビュー曲 A Beginning なんですが、ダンスもできバンドもできっていう A グループが詰まった楽曲でございます。この未来がずっと会いたかった未来と思えるさ、思えるとか素敵な歌詞が詰まってますので、ぜひぜひぜひ皆さん気になったら A Beginning 台本とかないですよ、これ。世界で一番 A ライブというタイトル通り、世界で一番 A ライブにしますので、ぜひ皆さんチェックして楽しみに来てくださったら嬉しいです。噛んでませんよ。噛んでねえからな。噛んだとか思うなよ。どうもー、 A グループの草間リチャード・ケイタです。せっかく CD デビューしたんだから、皆さんに直接届けたりもしてみたい。うまいわね。ほら、今後挑戦してみたいことテーマが違う。何ですか。誰が喋った今。リチャ君、今後挑戦してみたいことを聞きたいですね。今後はね、皆さんに直接 CD を届けてみたいですね。それがこれやったよ。ありがとうございます。これからも注目してくださいよ。はい、こんにちは皆さん、スレゾーせいやでーす。ようやくこうやって CD デビューできて、店頭に CD が並んでるわけですから、そのままレジの方に向かってもらって、おすっとね、すっと店員さんね。あ、いくらですか。いくらですか。あんなやつ笑ったか。アナウンスだから。鼻息入るから。店員さんね。そういうこともできますのでね。皆さん一度興味を示していただけると嬉しいなと思います。ということで以上 A グループでした。ありがとうございました。じゃあ行きますよ。書いていいですか。はい、もちろん。お、そういうサインだよ。わー、なんで書いてんのやろ。セナ、いかん、俺の愛犬の名前書いてへん。愛犬のサイン。セナに見えるけどな。ちょっとセナに見えるけどな。ちょっとセナに見えるけどな。でもメンバーのやつ改めて見ることなくない？マジマジと。サインする機会がないもんな、あまりで。確かに、一気にこの2日3日で増えたな。めっちゃしたな。デビュー日前日。今日
今日はハートの日です。かっこいいやん。キラキラしてるわ。なんかほんまにあれやな、アイドルグループみたいやな。アイドルグループやねんけどな。そうやけど改めてこう見たらなんかぽいぽい。てか一人だけか議員が。ほんまや。もはや金が良かった。こういうとこに協調性のなさが現れてるか。こういうとこグループの方が課題なんですよ。いいやん。これの方が協調性だな。個性が売りのグループやねんか。俺らの方が協調性はない。ええやね。A 曲しか入ってまへんで。いいね。曲ばっかり。かぶっとんかい。後半2人かぶっとんかい。そうやね。まさかのかぶってました。になったんですよ、CD が、うん、自分で買ったやつ。この前そんな渋ってるのかも、お前やばい。ダサすぎる。だってうちのリーダー皆さん CD 買いに来てくれた人たちやで。それ分かってるよ。その前で代表してリーダーが10枚ずつ買うっていうのは素敵じゃない？分かる。みんな小島 CD 買ってほしいよね。嘘やろ。一発俺の背中叩いてくれんか。お、これライブ前にするやつです。気合入れるやつや。初日とか大事な前には2人で叩き合ってるんです、はい、いきますよ。気合入れ気合入れ気合入れ。30枚お願いします。すげえやん。これタワレコのこの袋初めてかも。タワレコさんで買い物めっちゃさせていただくけどさ。30枚買いました。ほんまにありがとうございます。でもなんかこれ以上煽らないでください。小島のカードが限界に近づいてます。いやいや、そんな言わんといて。そんな
ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺で我々は失礼したいと思います。さあ続いて HMV さん渋谷店にやってきました。大好き。すごい。スタッフさん手作りのウェルカムボード、イエーイ。嬉しいよな。すごいです。すごい。しかもフェルトとかめっちゃ変わってくれてるの。絵とか以上にダンス。ありがたいわ、ほんまに。さあということでここでですね、まあ、CD をまあ見に行くわけでございますけども、はいはい、なんかデビュー日前日とデビュー日当日になんか揉めがちやったの。そうやねんな。揉めてるよな。なんか揉めてるって分かってない自分で。はじめまして、エグループです。危ないムーブ始まった。危ないムーブや。危ない。はじめましてって言ったら食らうからな。違う店舗から横で違う。俺だけ給料はてないやつ。どんどんマイナスなんか分かってくるけど。だからそれ俺じゃなくてもよくないっていう発音を俺はここでしたですね。 SMV さんで。じゃあ俺ら、俺リチャーさんでも良いですよ。リチャーさんでも良いですもんね。リチャーさんはお金だよ。月末単語中ですもんね。お金ギリギリやねんや。ギリギリギリやよ。リチャーお金ない。ギリじゃない。リチャーお金ないから。じゃあじゃあ。お邪魔してます。お邪魔します。うわここや。うわ来た。すげえ。特典も飾ってくれてる。CD の特典や。すごい。俺これ10枚ぐらい持ってる。ええな。そうそうそう。買ったな。60枚。すげえ。ええな。すげえな。でかうわ、でかまたまたでかいグループやん。雑誌も置いてくれるといいわ。アーマンさんおしゃれやねんな。なんかデビュー日にね、アーマンさん関東を飾らせていただけてるから。この時期名前を覚えてもらってなんぼですから。できた。完成。気づくかな。この YouTube 見てくれた人しか気づかんやろな。お疲れー。イエーイ。何回か行っても嬉しいです。あ、来た。あら、おあ、もう用意してあるわ。すごい。もしかしてこの CD の山は小島健陽のとりわけですか？って聞きましたけど、誰が喋ってるの？誰が喋ってるの？出てくるな、一回。いつもの声。いいか、落ち着け。いつもの声。ちょ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 。いや、もう見てくださってる方も多分、俺ぐらい買ってくださってる方も。それで言ったら、もうこのやりとり、見てる人飽きてると思う。見てる人飽きてると思う。見てる人飽きてると思う。もう女ずっと同じやりやりや。もういい。買わんで、ここでは。なんか買わんでいい。わかりました。買わんで。はい。はい、ということで、こちら4人、3形態各21枚ずつお願いします。お願いします。買わないですもんね。買わないですもん。60枚ですもんね、合計に今63枚。うん、ハリタンってきた。キリキリしてきた。胃がキリキリしてきた。ハリタンなんだよ。じゃあまず21枚のセットお願いします。1つ、まず1人分、まず1人分、うん、あ、お願いします。ここは生産していきましょう。はい。この段ボール1個でちょうど100枚だった。何がどうなってるのか教えて。ちょうど100枚ぴったり入ってるし、このダンボール箱がありまして、偶然ね、たまたま足元レジの下にありまして、どうせならこのものが関西持って帰りやすいんちゃうかって。まあ送れるやつだと送りやすいし、そらかっとけ、そらかっとけ、そらかっとけ。だって一番な稼ぎ頭やつですね。はい、俺残り37枚ください。ってことはお、ぴったりぴったり100枚じゃん。100枚、100ヘルシングル100枚買うわ。おお。わかりました。じゃあ小島も40枚追加で100枚。お邪魔すんな、俺のターン。邪魔すんな。お互い100枚100枚そう、うん、俺らのこの5年間の夢が詰まってるこのダンボール箱、うん、これ
これ関西持って帰りたいよ。いろんな人に配りたいですし。俺も100枚購入します。小島くんもプラス40で100購入。トータルね。うん、お手元にはほぼないです。かっこいい。まず、おお、今まででだから7 HMV さんでこう締めくくれてよかった。すごい重い。重い。重いです。それでかいな。これが 40? これが重いね。40枚、はい、30枚実は。来た。うわー、来た。あれです。お、いくらですか。226,710円です。おー、行ったね。いいですね。この一瞬でね、山田さん、いいですね。かっこいいな。かっこいい。普通にくださいって。重い、重たい。全部CD やもんな。ありがとうございます。いただきます。すごい。そう、うわ、ちょっとこういう贅沢な買い物もさせていただきましたけど、本当に改めまして皆さんの応援のおかげで僕らこういうね企画もできましたし、 CD を手に取ることができましたんで、あの本当枚数じゃなくて一枚一枚丁寧に僕らも、いや本当に僕らもでしょ。ということで以上、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。遊んだいたぶてんただいたロケモン。まだほんまにレコーディングとかでしかちゃんと生で歌ってみたいなのないから。俺らも正直買いたかったな。プライベートで買いました。まあ、そうだね。チャンスってのは手上げて使うものですから。早いもん勝ちですからね。よかった。だから小島の前の装置に行ってくれて、動画見返したら全体チャートも前半と小島と後半の小島かな。この店の40枚は自分から手上げた。手上げたかも。そうそうそう。だからよかったわ。なんか成長できた。成長できた。